Gojudoru. Gojudoru. Sen, nisen, sanzen, sanzen hyakuen. Ah, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Ah, Don-san, konnichiwa. Konnichiwa. Ja, ashita wa irasshai no direktor-san no tanjoubi desu. Kyou, watashi wa prezento kaimasu. It can be difficult picking out a gift for someone. Will he like it? Does he already have one? Am I spending enough? Am I spending too much? I want your help in picking out this gift. Minasan, onegaishimasu. Ii desu ka? Hai, ii desu. Hai, domo. Ja, kore wo mitte kudasai. Minasan, koko wa doko desu ka? Irasshai depato. Sou desu. Irasshai depato desu. Eigo de department store to iimasu. Nihongo de depato to iimasu. すみません. すみません. だれもいませんね. じゃあ, Susan-san, お願いします. じゃあ, じゃあ, Susan-san, どうぞ. じゃあ、私は Patterson-kun to Keith-kun to Don-san to kaimono shimasu. Ja, mitte kudasai. Keith-kun, ikura desu ka? 3,100 yen desu. Sou desu ne. 3,100 yen desu. Ja, sumimasen. Sono kuroi pen wa ikura desu ka? 9,000円です。9,000円 ですか? それは、 パルソン君、 これを読んでください。 高いです。そうですね。 高いですね。 すみませんけど、 ちょっと高いです。 じゃあ、 その、 青いペンはいくらですか? 50円 です。 え? 50円 ですか? ちょっとそれは… じゃあ、ドンさん、 読んでください。 安い? そうですね。 安いですね。 あのペンはちょっと安いですね。 じゃあ… いいです。 プレゼントはどれにしますか? じゃあ… Keith-kun, onegaishimasu. Susan-san ni kiite kudasai. Kuroi T-shirtsu wa… Sumimasen. Shiroi T-shirtsu wa… ikura desu ka? 3,900円 desu. じゃあ皆さん 高いですか? 安いですか? ちょっと高い。高い。そうですね。じゃあ、いいです。パルソン君、スーザンさんに聞いてください。この紫帽子は、いくらですか?紫の帽子は、 いくらですか? 550円 です。 550円 ですか? じゃあ皆さん、どうですか? ちょっと安いです。安いですね。 どうも、いいです。じゃあ、ドンさん、スーザンさんに聞いてください。 Let's see. 緑の財布、いくらですか? 緑の財布はいくらですか? 5,200円
5200円ですか。じゃあ皆さんどうですか。高いです。高いですね。どうも。難しいですね。すみませんけど、もっと安い財布がありますか。もっと安い財布。あ、いくらですか。800円です。ああ、800円ですか。じゃあ、もっと、もうちょっと高い財布がありますか。それはちょっと安いです。2900円です。あ、2900円ですか。あ、皆さんどうですか。いいですか。はい、はい、いいですよ。じゃあそれにしましょう。それください。どうも。あ、皆さんどうもありがとうございました。じゃあこの人たちを見てください。この人たちも友達のプレゼントを買いますよ。どうですか。いいプレゼントがありますか。ねえ、京子ちゃんの誕生日プレゼント何にする。そうね。ねえ、このネックレスはどう。あ、綺麗なネックレス。すみません、このネックレスはいくらですか。6500円です。6500円ね。6500円、高いわよ。高くないわよ。綺麗ね。ねえ、これにしましょう。ダメよ、高いわよ。もうちょっと安いプレゼントにしましょうよ。あー、このハンカチかわいい。あ、安いわ。ねえ、これにしましょうよ。これいくら。300円。300円、ダメよ、ちょっと安いわよ。もうちょっと高いのを買いましょう。でもディレクターさん、私たちは財布を買いましたよ。これはディレクターさんの誕生日のプレゼントですよ。あ、どうもありがとう。スーザンさん、これはいくらでしたか。2900円でした。そうですね、2900円でした。 By now you may be experts with numbers. そうですか。じゃあ皆さん、もう一度これをどうぞ一緒に言ってください。100、はい、200、300、400、500、600、はい、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000。はい、よくできました。じゃあパルソン君、どうぞ読んでください。50。はい、50です。じゃあパルソン君、これは？550。はい、550ですね。じゃあこれは？どうぞ。2550。そうですね。じゃあこれは？2550円です。はい、2550円ですね。じゃあ次はスーザンさん、
どうぞ。30。はい、30。430。そうですね。じゃあこれは3430ドル。はい、$3,430です。じゃあキス君どうぞ。65。はい、65。どうぞ。165。そうですね。じゃあどうぞ。8165。はい、じゃあどうぞ。8165円です。はい、8165円ですね。じゃあドンさんどうぞ。76。はい、76。それから776。はい、1700。はい、76。76。そうですね。じゃあいくらですか？1776円。はい、1776円ですね。じゃあドンさんいくらですか？1776ドルです。はい、1776ドルです。じゃあ、キス君、これは何年ですか？1776年です。はい、これは1776年です。This is the 年 of 年生 year 1776年。じゃあ、パルソン君、何年ですか？1993年です。そうですね、1993年ですね。じゃあスーズンさんいくらですか？$19.93です。はい、$19.93ですね。じゃあ皆さんこれを見てください。皆さんチャレンジですよ。1セントがドンさん何ですか？たくさん。そうですね、はい、たくさん、たくさんありますね。じゃあいくらありますか？わかりますか？じゃあ皆さん紙に書いてください。皆さんも書いてください。100セントですか？1000セントですか？もっとですか？じゃあパルさんがいくらですか？どうぞ。1863セント。セント。ああそうですか。千です。ああはい、1863セントですね。はい、うん、じゃあキース君は1500セントです。ああ、1500セントですか。じゃあスーズンさんは2220セントです。おお、2220セントですか。じゃあドンさん1958セントです。お、1958セントですか。8セントです、うん、じゃあいくらありますか？ Later the answer will be revealed. Until then ビデオを見てください。
ここは日本のデパートです。To save space, Japanese departments are usually several stories high and full of lots of departments. There are the departments you'd expect to find and departments you might not expect, like a 本屋 or a restaurant, a nice place to stop after burning all those shopping calories. Most people get to a departo by train, which is usually situated right next to the departo. Instead of looking for your car in the parking lot,You'll have to find the right train to get home. 日本のデパートは面白いですね。じゃあ皆さん、いいですか？じゃあ今からこれを見ましょう。いいですか？はい。キース君は1500セントです。パラソン君は1863セントです。それからスーザンさんは2220セントです。それからドンさんは1958セントですね。じゃあ答えは1117セントです。じゃあキース君が一番近いですね。じゃあキース君おめでとう。じゃあキース君どうぞ。どうもどうも。はい。プレゼントです。じゃあ皆さんはどうでしたか。わかりましたか。皆さん今日もよくできました。さようなら。さようなら。カタカナです。あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そ、た、ち、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、へ、ほ、ま、み、む、め、も。それから今日のカタカナはや、ゆ、よ。や。Here's another katakana that looks like hiragana. や。It's a ya! や。ゆ。Who's number one? Why, you are! ゆ。や。It's a ya. Ya. Yo. Yulehiho. Yo is for yodeling. Yo. You. Who's number one? Why, you are. You.Yo. He's yodeling. Yo. Ya. You. Yo. じゃあ皆さん一緒にカタカナを読みましょう。今日はキース君がカタカナを読みます。じゃあキース君いいですか？はい。じゃあどうぞ。よ。そうです。よ。じゃあどうぞ。ヨーヨー。そうです、ヨーヨーです。これはヨーヨーです。ヨーヨー。はい、じゃあ次です。どうぞ。ゆ。はい、ゆ。どうぞ。じゆ。はい、じゆですね。じゃあこれは
十。そうです。十。じゃあどうぞ。ジュース。はい。ジュースです。ジュース。じゃあ次どうぞ。いや。はい。いや。どうぞ。きや。はい。きやですね。じゃあこれは。きや。はい。きゃ。じゃあどうぞ。キャンディー。はい。キャンディーです。これはキャンディーですね。じゃあ次どうぞ。ニューヨーク。はい。ニューヨーク。ニューヨークです。じゃあ次どうぞ。ジョージア。はい。でもジョーじゃないですよ。ジョー。ジョージア。はい。ジョージア。キス君、ここはどこですか？ジョージアです。あ、そうですね。ここはジョージアです。キス君、よくできました。さようなら。さようなら。Sensei, earlier you said that purple and green are nouns in Japanese. What's the difference between a color that's a noun and a color that's an adjective? In English, there isn't any difference. In English, color words are both nouns and adjectives. Take the sentence, I like purple. Here, purple is a noun. It's something you like. But in the sentence, I like purple pants, the thing you like is pants, and purple is an adjective. Celine-san, remember the word purple in Japanese? Murasaki. That's right. So how would you say you like purple? Murasaki ga suki desu. And how about if you like purple dresses? Murasaki no wampisu ga suki desu. Hai, so desu. And is the same true for midori? That's right. Midori ga suki desu. Midori no boshi ga suki desu. Hai, yoku dekimashita. Now how about the other colors? How would I say, I like black? Ah, oh, that's right. Kuroi is an adjective, not a noun. For colors that end with the e sound, you turn them into nouns by taking off the e sound, which makes this color just kuro. So would I like black be kuro ga suki desu? Hai, so desu. So if this is a kiroi kuruma, then is this just kiro? You've got the idea. Chairo neko. Chairo. Shiroi uchi. Shiro. You've got it. Da, Celine-san, nani iro ga ichiban suki desu ka? Pink. Ah, pink ga ichiban suki desu ka? Hai, pink ga ichiban suki desu. ピンクの車が欲しいです。はい、わかりました。ピンクの車が欲しいですね。文法博士の文法ポイントでした。Today on Irasshai, we reviewed numbers. じゃあ、パルソン君、何年ですか？1993年です。そうですね。1993年. And we learned how to comment on prices. それ、いくら?300円。え?300円?ダメよ、ちょっと安いわよ。もうちょっと高いのを買いましょう。Well, we're nearing the end of another important episode of Irasshai. After all, when you go shopping, it's important to know if something is 高い or 安い。この赤いセーターは新しいですけど、ちょっと間違えました。高いセーターを買いました。キム先生、そのセーターとてもいいですね。そうですか。でも本当にかっこいいですよ。でも
50ドルでした。あ、50ドル、それは高い。そうでした。